日本徳島県徳島市論田町1974年度の論田町前景。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成論田町は徳島県徳島市の町名。2011年8月の徳島市の調査による人口は2152人、世帯数は948世帯。郵便番号は、 郵便番号770-8011。徳島市の南東部に位置し、勝浦内地区に属する。西から北を勝浦川が流れ、西は大松町、最下町、北は西新浜町2丁目、新浜本町、津田本町5丁目、津田町4丁目、津田海岸町と対する。徳島県道120号徳島小松島線が、勝浦浜橋を経て南下する。 徳島県警察学校、徳島市立論伝小学校、徳島市立体操センターなどがある。豊カローラ徳島、徳島ダイハツモータース、徳島松田、徳島三菱自動車販売など自動車販売会社が多い。江戸時代から明治22年にかけて、勝浦郡に存在した村。徳島半寮。勝浦郡市によれば、当村は大原浦の枝浦で、 現那年間頃に開発が始まり、官営年間に富田浦からの移住が始まった。村高は、文化10年の阿波国村村五高都町では993国余りと、ある。なお、天保豪町の大原浦1655国余りには、東浦の高が含まれているかと思われる。旧高給料では1029国余りで全て、倉入地となっている。また、 漢方神社長によれば、神社に水神があり、その別島は、全神と見える。明治4年に、徳島県となり、また同年に、明東県、明治9年に、高知県を経て、明治13年に再び、徳島県に所属。明治22年に、勝占い村の大技となる。明治22年から昭和27年まで存在した、勝占い村の大技で、昭和26年からは、 徳島市の大技となる。明治二十四年の超発物件一覧表には、ロン、タウラと見え、個数132、人口六百六十五、馬屋十、学校一、船七十二。同年に、ロンタウラ村駐在所が設置され、大正六年に、ロンデン巡査駐在所となる。昭和二十七年に、ロンタ町、西賀町、三軒屋町となる。昭和二十七年から、 現在の徳島市の町名。元は徳島市鶴岡と同志論伝の一部。徳島県道120号徳島小松島線論。町和田町矢沢津高会で、撮影論伝清掃工場徳島第一自動車、教習所。ありがとうございます。